ニートっぽいかな、その SMB は。なるほど、ネットワークが早い方の1フレーム引いたのか。そうですね、1ステージぐらい、ここまで遅延があったときは最大30秒とか普通にあったんで。あ、結構大きいときは大きいですね。そうですね、まあ、しょうがないっちゃしょうがないですけどね。特にこういうアクションゲームの解説ではちょっと致命的なんで、割とですね、さあこの後は、今セットアップ中だとは思うんですが、10分程度で始まる、あ、まだですね。タスボットのスーパーモンキーボールとなります。次はちなみに、Any% by サイクロプスドラゴンとなっていますが、おそらく、あ、サイクロプスドラゴンという方はモンキーボールのタスとかを作ってたり、コミュニティの管理をしている、コミュニティディスコードの管理をしている方なんですけど、おそらく何かしら面白いことをしてくれるんじゃないかなと。この Any% の方は内容を知らないんですよ。もう一つ7000ドルで物理を壊すって言ってた方は内容を知ってるんですけど、何をするのかを。タスボットというのは、タスってわかりますかね。トゥールアシステッドスピードランというんですけど、トゥールアシステッドスピードランをやるコーナーなんですけど、それを結構実機でやったりするのがタスですね。今回実機なのかどうかはちょっとちゃんと把握はしてないんですけど、物理を壊す方はおそらく実機です。まあ物理を壊す方に関しては、実は今日ディスコードの方で一悶着あったりしたんですが、まああんまり気にしないでいきましょう。PC で 1F ずつ作って、あ、いじって作るんですけど、それの操作を実機に流し込んでタスをやるというのを結構やってるんですよね。まあ、ちょっと説明が難しいんですけど、簡単に言うとパソコンから実機につないで実機の操作をパソコンでやってしまうというのがタスボットですね。 ありがとうございます。ただこのゲームローディングタイムが入るんで、ローディングタイムでタスがぶれないかっていうのが結構心配なんですよね。去年とかは結構マリオとかでやってましたね。ゲームキューブとかディスク媒体のゲームはどうしてもローディングタイムが入っちゃうんで、ただ操作を送ってもロード時間でブレちゃうんですよね。本体によってもちょっとずつロード時間って変わってきますし、どうなるんだろう。まあ、もちろんロードをして絶対に安全な時間まで待ってからやればできると思いますけど、そうですね、 PC の操作を垂れ流してるっていう印象で大体合ってると思います。どうやって実機とつなぐのかは私ちょっと知らないので、知りたいという方はタスボットディスコードというのが確かあったと思います。そこに入ってみたらいいと思います。$100 Benji from Fish Rock. Loving the runs. ちなみにローディングタイムの短縮方法とかもここ1年で結構見つかったんですよね。ローディングタイム短縮は私が始めたんですけど、そうデシンクしちゃう可能性があるんで怖いんですよね。Retro Gamer Ryan 188 also supporting the punch out. Come on, let's make that double punch out happen with his $50 donation. $40 comes from an honest. まだちょっと時間がありそうですね。どうしてもタスボットには準備に時間がかかっちゃうんだと思います。And helpful to each other. The inviting nature of the speedrun community has changed my worldview.
Never stop doing what you do. I love you all. 実機につないでやるから面白いんですよ。It's been a great GDQ. Thanks to all the runners and event team members for such a great excuse to fight Ken. ああ、マリオ終わらなかったんですか。そうです。ステージの順番でロード変えるというのが私が最初に始めたロード短縮ですね。簡単に言うと、ロードの仕様がちょっととある事情、とある偶然から発見されまし、私が発見しまして、こうやったらタイム縮むんじゃねえってやったら縮んじゃったという話です。モンキーボールの中だとどれが一番好きですか？やっぱりモンキーボール1か、デラックスの鉄人かな。私が好きなのはそのどっちかですね。純粋にゲームとしてならモンキーボール1が好きですね。飼育タイムを減らすというよりステージプレイ中に裏で実はムービーがロードされているというのが分かりまして、その裏のムービーのロードをってこの話今するべきじゃねえな。We've seen some great speed runs so far. Let's put this donation towards hitting 1 million. まあ要は長いステージ選ぶとプレイ中にロードしてくれるよってことですね。なんか結構モンキーボールに関してはロード短縮をするための制作側のなるべくロードを短くしようっていう工夫があって、それを利用しやすいんですよね。まあよく作られたゲームなんで、本当にモンキーボールは。Okay. Oh. What do you want me to do about that? モンキーボール1にも一応ロード短縮自体はあるんですが、お、始まりましたね。今回はリプレイファイルでのタスの登場ですね。リプレイファイルというものがこのゲームにありまして、リプレイを再生できるんですよ。なのでそれを利用して実機でのリプレイ再生ということになりますね。I don't know at what point we came in, we became completely live, but we were trying to get mics set up for some commentary. I am Duango AC. I am the ambassador for TASVideos.org. You can find more tool-assisted speedrun content at TASVideos.org. On the couch, we have... I'm Average Trey. And... I'm Zello1. お、キートいる。右から3番目の人がキートですね。で、4番目の、右から4番目の人がさっきの奏者のゼラですね。ちなみにキートも私の知り合いです。やタスボットかわいいね。一番左のあのちっちゃいロボット。So we're going to get started. I need to explain really quickly. We're inside of the replay file system of Super Monkey Ball. And the reason we're doing that is because this is the first ever console verification. まあ会場行けばそこに座ってた可能性は高いですね。We've never been able to do this before because the spinning disc has non-deterministic behavior that we can't control. By using the in-game replay system, we can take a replay file we made in an emulator, making a tool-assisted speedrun, copying it to the console. エミュレーターでリプレイを作って実機に移してやると言ってました。Now, most of these start out pretty simple. They're going to look very similar to what you would see in a normal strategy. これで擬似的に実機でタスを再現するという方法でやってるみたいです。I'm going to go through every stage. これ簡単そうにやってるけど実際できないんですよ。やって横から落ちるの。We're actually moving through these faster than we would ordinarily. Now, おかしい。Yeah, I love this strat. That was great. But this 日本人会場行ってる人は今回走者では4人いますね。一般の方の参加者はちょっとわからないですけど。おお。ギリギリで最速を狙うな。Yeah, these bonus stages we don't care about. I'm going to get right past them right away. このステージ注目です。Some of these are not the traditional strategy at all. You would never try this. いつ見てもすごい。It'd be far too risky. Yeah, you're actually utilizing the 結構こういう
丸い溝があるステージは全て角を走っていくというのがタスの特徴なんですよね。ああ、ゴールがなぜか演出がないのに関してはゴールテープを切らなかった場合ですね。ゴールテープを切らずにゴールした場合っていうのが結構実機でも普通に起こるんですけど、実際のプレイでもそうするとなぜかゴールテープが切れないリプレイというのが完成します。これは普通に起きるバグです。こうやって角を通るとなんか確かちょっと早いんですよね。人力ではやらないんですけど、He's going to have to tell me what he was able to pull off and not. Some of this you just saw is just swag that we're able to do because we can try as many times as we like. And that's one of the reasons that some of the content. これはバンパーの速度を利用しての落下ですね。We don't have any risks of failure. We can just do it over and over again until we get it right. 人力では無理ですね、これは。あ、ただ、単体ステージ RTA というものがありまして、単体ステージ TA か。そっちだとポーズは禁止なんですけど、基本的にポーズなしでこれに近いことはやります。ここまで完璧ではないけどね、もちろん。ただ近いことはやります。いつ見ても意味わからないタスは。This is also not the ordinary strategy for this level. now you might notice that I'm holding a controller because this is the first individual level that I've ever actually had input in a run. So you'll note that we didn't need any pause buffering there, and this level here we're also going right for it rather than traveling across that section at the top. I'm going to stop talking for a bit and let Zella and some of the other folks kind of chime in a bit.That one deletes the randomness of that level. Oh yeah, completely. 基本的にゴールの横とかって結構すり抜けてゴールしたりするんですよね、速度が出てると。ポーズ禁止レギューは私は好きなんですけど、あんまりやる人がいません。そう、今はリプレイですね、これは。タイムアカウントはしてないみたいです。まあいいんじゃない？だいぶおかしいことやってるよ、今これ。ちなみに確か、あ、このゲームキャラが4人いる、4匹いるんですけど、キャラ性能差はなくて、タスだったらロスなくキャラを変えれたはずです。なので実はどのキャラでやっても問題ありません。走者、アクティブ走者か合計走者かによって変わってきますけど、合計走者数はちょっと覚えてないですね。ゴンゴン見えにくいから不人気ですね。人気なのは、いや、2もキャラ差ないです。キャラ差一切ありません。キャラ差あるのは Wii からです。あ、Wii 版のみか。そっか。この辺の。なんだよ、そのルート。ここはバックして。That's already done. Used some earlier bumpers there. Yeah. Okay, watch this strategy carefully. what just happened? A lot of bashing happened. ステージ飛んでるのはゴールが数種類あるステージというのがあって、赤ゴール、緑ゴールというのがあるんですけど、それらに入るとワープゴールになっていくつかのステージを飛ばすことができます。
like here I could tell you, oh, well, this one is nice because we can completely eliminate any randomness whatsoever, immediately get the goal as soon as possible without glitch goal. Yeah, glitch goal there. We hit ball bug と呼ばれるものですね。But it didn't play the sound. Some levels like this one, it happens so fast that even after you watch it a few times, you still can't really understand what actually just happened. はい、終わった後に一番やばかったルートですね。Yeah. Okay, this one we have to wait for. ギリギリのところを通るな。Yeah, just showing off, just going right to the edge. I don't know about you, but this level always made me just a little seasick. 人力再現というかこれに近いことをやる人は単体ステージプレイならいます。ゴールバグは本来ゴールは通ってるんですけど、くす玉とかに弾かれたりしてゴールテープよりも後ろとかに。ああゴールよりも手前かに行ってしまうとなるんですよ。RTA より気楽だけど、単体ステージは弱まり方がすごいんで、それはそれで難しいですけどね。I was impressed how fast this filled overnight. It was amazing. Okay, red carpet. This is not the same strategy. おかしい。 The goal actually ran us over. これタス相当早いタイプのゲームですよ。 Shout out to the doll. Yeah. Nothing like product placement. Best bananas. That one we didn't need any pause buffering. Yeah, no pause buffering at all. You'll note this strategy is a little different. で、これで最終ステージのモンキーマスターですね。And technically that was time. That was time. So. さて、ここからが物理を壊す時間ですね。How long was that anyway?We never started a timer. It's probably not worth trying to start a timer. It was less than 10 minutes, I know that much. And that was with me replaying a couple of levels, but we didn't stop there. We're going to set you up easily into what we're showing you next. This was what just got donated in. さてこれは何が起きるんでしょうね。The game has some really interesting physics and some really annoying... 物理が壊れる時間の始まりますよ。It likes to dump you off the level, and it's really easy to fall and start the whole thing over. It's really annoying. 落ちない。どうなってるんだ。一体何が起きてるんだ。なぜこうなってしまうんでしょうね。なぜ今後ろに飛んでったんでしょうね。種明かしは後でします。普通に貫通してる。Let's watch that again. I'll try this next time. Yeah, just try going straight through that. I can do that. You can do that, yeah. This one's fun. We can defy gravity in the same. この動きはおかしい。Yeah, can you grind like that? Nah. No? Skateboard? No. Alright, pay close attention to what you're about to see. 何が起きてるの？No way. That was great. So, not all background. Well, not all the background surfaces. あの背景に当たり判定はもともとあるんですよ。Those aren't either, but more on that later. I think I know this one. Think you know this one? なんか跳ね方がおかしいな。全部バンパーなのかな、芝が。Oh, that's sick. You like that? That's not how you normally do that. I wish it was. Now, sometimes you just want to build up some speed, really get moving fast. But, you know, it never hurts to just sort of enjoy life for a little bit. 止まったよ、速度落ちたよ。デラックスなら背景使ったショートカットありますね。ステージどうなってるんだ、これは。You just gotta do things from a different direction. Yeah. Let's watch that again. みんなも首傾けてみましょうね。Okay, we're all moving our heads to the right way. Yeah, yeah. Okay.
How about this one? Let me know what you think of this. Oh my goodness. 何が起きてるのかが全然わからない。Gonna be sick. Gonna be sick? Oh, yeah. Well, if you were gonna be sick before, you might want to grab your barf bags. Oh, just warning you. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Please, no. Please, no. Please, no. Oh, oh, so much. Oh, oh God. Oh. Oh. Oh, that, I'm a little bit irpy now. But we're not gonna stop there. We got more. 止まりそう。Oops. 止まりそう? Fallout.大丈夫ですか Where are we going now? Baby's Adventure. Baby's Adventure. Baby likes hovering. 何をやってるのかわからない感じがすごい。I just said, there we go. That's the one thing you should never say. Okay, listen carefully. I'm going to shut up for a second. Listen carefully. We like to collide with things. Now, this level I showed you earlier, it's going to get to it really fast. 酔ったという方は画面を小さくするといいと思う。We put our way, you get to it really fast. 何起きてるのこれ。ボールがなんかすごいことになってる。Yeah, we hit it so fast that we squashed ourselves, and the result is the ball gets squished. Now, watch this very carefully. よく見といてって言ってました。これ全回収してますねちゃんと。That's every single banana right there, all 50 right away. And yes, we were able to make it say watch. Now, Mimi doesn't always have perfect days. Sometimes things go wrong. あんなゴールの弾かれ方しないよ。Yeah, goalpost. But some days are worse than others. So just brace yourself. This is not a good day. Oh no, not this. Delete this. that's gonna leave a mark. むちゃくちゃだ。Yeah, that's kind of awkward. That's dark right there. Sorry. I gotta do Sorry, to my girl Mimi. Like that. Well, she seems okay. And there we go. We're going to a parallel universe. 壁がと随分高反発ですね。As you might have noticed, we figured out a few things about the replay system, and I regret to say that from here on out, it is provable that no replay file can ever be trusted ever again.じゃあここまでの説明をすると、2、3週間前にモンキーボール1のリプレイを捏造するツールというのが作られたんですね。簡単に言うと、ブレンダーというモデリングソフトを使ってアニメーションを自由にいじることができるというソフトが作られたんです。今回の物理を壊すというのは、そのソフトを使って作られた、まあ、フェイクリプレイですね、いわば。を使って作られたのが今のリプレイファイルだったんです。でこのゲームのリプレイって実は操作を記録してるんではなく、ボールの動きとステージの傾きを記録してるらしいんですよ、確か。なのでそのあたりをファイル側をいじってあげると、今回みたいなリプレイが作ることができるということなんですね。だから実機で理論上できないプレイとなっております。後半のフェイクリプレイは It was a great having the first console verification of a disk-based system. Thanks again, and we'll see you again during Super Dram World 2 if the donation incentive is met. そう、物議を醸したっていうのはそういうことだったんです。これを流す、モンキーボールとして流すべきじゃないだろうみたいな人がいてっていうのがあったんですよ、ちょっと。後半のってことは、前半のは理論上できます。マスター、エキスパート1からマスター10までのビデオはできます。We should have audio too. So, Byers and Cyclops Dragon were the TAS authors. Reverse engineering team was Piston Miner, Metaconstruct, and numbers. まあ、あくまで理論上はなので、人力でできるかと言われたら、かなり難しいですよね。Our tester was Funkmaster MP. スタッフロール始まった。Anyway, those teams were doing crazy stuff. Developer, I'm the presenter, I'm Duango AC. Zella, of course, was here for commentary. And これもこのスタッフロールもゲームキューブの実機の上で動いてるらしいです。
ということで、以上モンキーボールのタスボットでした。モンキーボールとモンキーボールのタスボットの解説は私ゆとりんでした。ありがとうございました。すごい解説ありがとうございました。いやー、なかなか解説が追いつかなかったけど仕方ないかな。追いついてたと思いますよ。大丈夫でしたか？大丈夫でした。どっちかっていうと、あの見てる人で追いつけた人がいるのかなっていうところですね。まあ別のシリーズの奏者さんとかがコメント見る限り結構いたんで、その人たちは理解できたと思います。それじゃあ皆さんありがとうございました。はい、ゆとりんさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。陽気で拍手をパチパチパチ、ありがとうございました。それじゃあここから先もまだ続くんで楽しんでいってください。じゃあこの後ですね、キングダムハーツに移っていきます。キングダムハーツから、配信者の方もチェンジしますので。私はあと4時間半後に戻ってきます。皆様、